はい、造園パートナーズの大森です。今回はですね、杉菜のお話をいたしますね。杉菜ですね。杉菜結構ね、いろんなところに出ていてですね、杉菜に困っているよという方ね、多くいらっしゃるんじゃないかなと思っております。で、そんなね、今回は杉菜の撃退する方法という感じのね、お話をしていきます。まずですね、杉菜のお話をね、少しさせてください。杉菜はですね、トクサの仲間で、春になるとね、つくしが出てくるというような感じですね。トクサで、よくね、なんか和風の庭園でね、植えてあるよっていうのね、見たことある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そんなね、トクサの仲間というふうな感じですね。見た目がですね、杉に似ていることから、杉菜というふうにね、呼ばれているというような感じですね。花がね、杉菜、咲くことは基本的にはありません。杉菜はですね、地下茎でどん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 と増えていくというような感じですね。お花がね、咲かなくても増えていくという風な感じの草になりますね。大体ですね、お花が咲くとですね、そこに実がなってね、実がこう落っこちてですね、それでね、また新しいものが出てくるっていう風にですね、木とか草とかね、増えるものが多いんですけれども、まあ分かりやすい例で言うとね、例えばまあ木で言ったら柿とかね、あん中にね、種が入っててね、あれがこうポトンと落ちてね、種から出てくるっていうのがね、結構ね、多いと思うんですけれども、まあ、草だったり、木だったりね、多いと思うんですけれども、そうではなくて、地下茎と呼ばれてるね、こう地下の中にね、こう茎がね、あるんですよ。そっからね、またこの節のところからね、こうビューンって出てきて、それで、増えていくという風な感じになるんで、お花が咲かなくても大丈夫という風な感じの草になっているのですね。で、地下茎とはですね、地面にあるその茎なんですけれども、そこにですね、栄養が溜まっているんで、その地下茎が残っているとですね、それだけでね、どん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 増えていっちゃうよという風な感じの植物になっているんですよね。ですんで、どん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 ね、増えちゃって増えちゃって増えちゃって困ってるよという風な感じになっていくというところですね。こう例えばね、砂利が敷いてあるところでもね、それこう出てきちゃったらね、根がこう、根のような茎がね、こうどんどん伸びていって、そこからね、またこう出てくる。伸びていってまた出てくる。伸びていってまた出てくる。いう風な感じでね、砂利だったりなんかね、普通にね、土の部分だったりとかでもかなり出てきて困ってしまうよという風な感じです。で、地中の中の部分、地上に出てくる部分があって、役割がね、似ているようでね、似ていないというような感じなんですよね。地上に出てくる部分と地中に出てくる部分あるんですね。で、その地下茎から根が出ているんですけれども、その地下茎の部分を取っていかなければですね、基本的にはね、どん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 増えちゃうよという風な感じになりますね。まあ一般的というかですね、よくね、あるのはですね、その地下茎をね、全部こうほじくり返してですね、こうなんかね、なんですか、網みたいのでね、こうね、土を振るってですね。で、その地下茎だけこう取り除いてね。もう全部もう、全部掘りました。全部掘りましたみたいなね。掘ってね、土をね、全部入れ替えて、ようやくね、杉菜撃退できましたよ。っていうような感じのね、方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、今回紹介する話はですね、時間をかければですね、結構ね、減っていくよという感じのね、お話になっております。じゃあ、どのように減らすのが効果的かというか、言うとですね、これはもうとっても簡単でですね、地上の、緑の部分をですね、できる限り減らしていくという風な感じになりますね。先ほどですね、地面の中の部分の役割と地面から出ている部分の役割が違うよという風な感じで言ったんですけれども、その地面から出ている部分はですね、基本的にその光合成というのをしてですね、こう栄養をね、こうもらうというかですね、作るという風な感じになっているんですけれども、そのですね、光合成をですね、緑の部分をなくしちゃうことによってですね、できなくさせて撃退していく、減らしていくという風な感じになります。緑の部分で地上に出ている部分はですね、光合成をするために出ています。草も木も同じなんですけれども、光合成をしなければですね、どん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 と弱っていくという感じですね。ですんでね、まあ木もね、基本的に葉っぱでこうね、光合成してますんで、葉っぱを全部取り除いたらですね、木はどん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 弱っていくというのと同じということです。その光合成をさせないようにすればですね、だん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 と減っていくというお話になります。これはですね、緑の部分であればですね、こう手で取ってあげてね、一個ずつね、こう手で取ってあげても同じですし、なんかね、こう仮払い機みたいなんでね、こうシャリーンって言ってね、取り除いてあげても基本的には同じというような感じになりますね。まあその結果的にですね、光合成ができないようにしてあげればですね、長い時間、ある程度ね、長い時間をかければ、どん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 ね、減らすと、いう風な感じにすることができるというようなところですね。まあこうすることでですね、杉菜をですね、どん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 弱らせていってですね、減らしていくという風な感じになりますね。まあぜひともね、試していただきたいなと思っております。で、今回ですね、なん
でこの話をしたのかというとですね、実はですね、この本をですね、最近買いましてですね、同じことをですね、やっているよという風な感じでね、書いていたというところでね、参考にさせていただいてお話をしているというところですね。まあ別にね、この方のね、案件とかではなくてね、たまたまね、なんかこう面白そうだなというのでね、買ったと言ったらね、かなり書いてあったというところでね、杉菜と。この方はですね、10年かけてこの方法でですね、杉菜の姿はほとんど見かけなくなりましたよというような感じでね、書いてあります。結構ね、こまめに取るというのがね、大事ですよっていう風な感じに書いてあったんでね、まあ結局ね、その光合調整ができなくなればですね、それは弱るよねっていうお話なんでね、基本的にはね、その方法結構ありなのかなとは思いますね。まああと他の方法はね、除草剤かけちゃえばね、枯れるっていうのはあるんですけどね。まあ最近だとね、あんま除草剤嫌だよっていう方結構多いんでね、まあ時間かけてね、こういう風な感じでね、まあ除草剤負けないっていう地域もあると思いますんでね、緑の部分だけを取っていってもですね、その地下茎がね、だんだん弱っていってなくなっていくよというような感じにもできるというお話を今回はしております。というような感じでね、今回は杉菜のお話をしております。まあ、こんな感じでね、草の雑草のね、お話をしている時もあります。チャンネル登録まですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録今のうちによろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。